ちは、めむらです。今日は、目標設定の仕方で、ご質問いただきましたので、シェアしたいと思います。ご質問内容は、目標っていうのは本当にすぐに手が届きそうなものを設定するのか、それとも結構上のなかなか手が届かないなっていうものを設定したらいいの、どちらがいいんでしょうかということをね、ご質問いただきました。で、答えは手が届かないものの方がいいと思います。なぜならば本当にちょっと手を伸ばせば届くものって、ジャンプで言うとちょっとしかジャンプできないですよね。でも、なかなか届かないなっていうところにものがあった時、結構こうしゃがんで勢いつけてジャンプしますよね。その勢いが本当だったら届くか届かないかわからないところを超えて、それをね、そのものを取ろうとするわけです。ということは自分の可能性にすごくチャレンジできるってことなんですよね。だからジャンプの幅で言うと、すぐ手が届きそうだなっていうところは軽くなんかポンとジャンプするだけでも、なかなか手が届かないなって思うものは結構ね、弾みをつけてジャンプをします。すると自分の、本来の力以上のものが発揮できるっていうところです。なので私は、目標設定ですよね、するときは本当に、これ叶うのかなっていうね、高い夢ですよね、そこを設定することをお勧めします。はい、よかったら参考にしてみてください。そしてその夢が、設定した夢が、例えば1年後の夢だったとして、それが1年後に叶ってるか叶ってないか、もちろんそれも大事なんだけど、そこにフォーカスするんじゃなくて、そこに叶うまでのプロセスですね、頑張り方、毎日のチャレンジ、ここをすごく楽しんでもらいたいんです。それを毎日毎日楽しんでいくことによって、すごく成長した自分というものを1年後に振り返ることができると思います。はい、なのでぜひちょっとこれは叶わないだろうなというね、夢を設定してみてください。目標をね、今年の終わりにあなたが、その夢が叶っているかもしれません。叶ってなくてもその夢の本当に7割8割先までね、いけるかもしれません。よろしかったら参考にしてみてください。今日も最後までご視聴くださいましてありがとうございました。梅村智恵でした。